問題4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、練習しましょう。 0ホテルのテレビが壊れています。何と言いますか 1, ?1 テレビがつかないんですが <S 2, 2 <S テレビをつけてもいいですか ?3 テレビをつけた方がいいですよ最も良いものは1番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番、コンビニの機械で。 映画のチケットを予約します。使い方がわかりません。店員に何と言いますか ?1. 予約したらどうですか 2, ?2. 予約はどうすればいいんですか ?3. どうやって予約するのか教えましょうか レストランで自分が注文していない料理が来ました。何と言いますか 1, ?1 それは食べないつもりなんですが 2, 2えーっと違う料理にします3それ頼んでないんですけど3番 通りたいですが、狭くて通れません。何と言いますか 1, ?1 あの、ちょっと通してもらえますか ?2, 2後ろを通った方がいいですか ?3 すみません、こっちを通ってほしいんですが。 ここにバイクは止められません。友達に注意します。何と言いますか ?1、ここに置いちゃいけないんじゃない ?2、ここに駐車しなくちゃね。3、ここに止めろって書いてあるよ。